G-MAX さんにね、これ車のクリーナーもらったんで、これちょっとやってみたいと思います。虫がね、もうものすごく取れるみたいです。で、車のコーティングしてある車とかも、あのコーティングも傷めず、使えるみたいで、ちょっとやってみたいと思います。虫ついてるところに、これかけまーす。かけまーす。こっちの車もこれちょっとしばらく車洗ってないね。これかけるんだけど、これもうすぐね、なんか溶けるみたいになってきた。これちょっと置いときますね。あ、これも溶けてきた、溶けてきた、なんか溶けてきたって感じ。今これスプレーしてから2分経ちました。こういうのとかね、結構こぶりついて大変で取るのね。ちょっと拭いてみますね、これ。お、簡単に取れた。これはすごい、嘘みたいに取れるぞ。やべえな。こっちの車もかけたやつ。これはすごかもんだ。やべえ、これめっちゃ取れる。あとは、昨日ね、北海道のチューバー大集合したんで、その動画をちょっとだけ撮ったんで、それも、見てください。で、この動画のね、説明欄の方に、北海道のチューバーさんのね、動画のリンクを貼っておきます。みんなチェックしてみてください。で、でも昨日ね、ちょっとメムピーチャンネルさんは、残念ながら来られませんでした。来られませんでしたけどね、遠くの人もみんな来てくれて盛り上がりました。楽しかったでーす。杉山農場何やってんすかね、これね、マジでね。音吹きに来て何やってんだ、YouTuber。 音吹きに来て俺は何やってんだ。みんなで撮ってる動画YouTube の撮影をしてるということです。はい、何をやって、ちょっとだからキャラ濃いね、みんなね。いやこっちを見たら杉山さん、はい、ウケる。こっちを見たら淡路さん、はい、大きくパワーすごいよこれ。すごい、焼肉やってます。焼肉、そうやばいね。焼肉同じく焼肉やばいねこれ。焼肉やってます。3本並んでますよ。超ウケるんだけど、これほらもうみんなして撮影、ほらウケるんだけど、これこれやばいね。いやすごい、盛り上がっております。オホーツク、すごいね。オホーツクファーム、皆さんね、見てください。やばいねこれね。もう見てください。当然青野農場見てください。青野さんです。どうも。どこ見て喋ってんの。18歳の農業家さんがチキンナゲット持ってきてくれたんで、これ今焼こうと思う。チキンナゲット、チキンナゲット美味しそう。美味しそうだ。北海道農チューバー大集合してます。今日のおやつはチキンナゲットです。こんなに言うなら YouTuber すごいですね。やばい、 YouTuber 大集合、農チューバー大集合です。やばい。杉山農場。CH ナビの、塗りつぶしの設定のことでね、ちょっといろんな人にね、聞かれるんで、ちょっとそれ、昨日ね、クンネップの代理店さんにね、聞いたんで、ちょっとやってみたいと思います。塗りつぶしを自動ソーダと、を使ってない時でもボタンを押して縫いつぶしを入れたり切ったりするっていう、自動ソーダを使ってない時も縫いつぶしだけ使いたいんだよねってよく言われるんで、それちょっとクンネップの代理店さんに教えてもらったんでやってみました。設定画面、設定を押して違うシステム設定を押します。そしたら基本設定を押します。そしたら、塗りつぶしスイッチの設定っていうのがあるんで、ここで自動同期モードっていうのがあります。で、ここを下の三角を押すと、自動スイッチ同期モードになってるんで、これをスイッチモードにします。そして、最初の画面に戻ると、ここに塗りつぶしのオンオフにするボタンが出るんで、ここで、走ると、自動ソーダを使っている時も使ってない時も関係なく、ここで、オンオフにできます。ほら。
そうですね、自動操作使ってなくても関係なくここでこうやってできまーす。 OK かな。で戻すときはここでまたシステムの設定で基本設定、スイッチモード、塗りつぶしの設定、スイッチモードを自動スイッチ同期モード、これで自動操作がオンになったら塗りつぶしになる。杉山農場。